丈夫です。今日は久しぶりに物件を見に来ました。私が借りたい物件で店舗物件をね探してたんですよ。でさ、もう今までこう贅沢に路面店をずっと見てたんだけど、だってやっぱりさ、路面店がいいよね、人通りのあるところで。でもそういうのはもう私のあの力ではまだ早いなって思って、でしかもこれからさ、ちゃんとビジネスになるのかどうかっていうのもわかんないじゃん。だからもうちょっとね、そこは諦めて、とりあえず自分ができる範囲で借りようと思って今日はね見に来ました。じゃあちょっと早速見ていこう。はい、まずは玄関があって、ここはね洗濯機置き場なんだけど、ここね自分でお仕事するんだったら靴を置く場所にしてもいいかなって思いました。そして反対側にはちっちゃいキッチンがあって、まあ住むわけじゃないのでいいかな。お水が出てね、なんかこうコンロが一つ使えればいいかなと思います。そしてちょっと暗いんだけど、トイレとお風呂、お風呂はね使わないから小さくても何でもいいかなになっています。そして肝心のお部屋なんですけど、こうなんかちょっといい感じの、こうあんまり響かないよね、しっかりした床になっています。いい感じのこの床、張り替えたばっかりみたいで綺麗で、エアコンがついていて、窓がついてるのはなんかいいよね、かわいい。そしてベランダがあります。ほんとこれだけなんだけど、スタートアップにはちょうどいいかなって思って、もうここを借りてしまおうかと思ってね、急いで来ました。なんかここも割とみんなお気に入りに入れてたので、いやもうほんとにねないんですよ。で私の場合ちょっとね、ちょっと方向を変えて、以前は店舗をやるって言ってたんだけど、まあ店舗は店舗なんだけど、ちょっとね人が来るような感じにできたらいいかなって思います。ということで今日はねこんなお部屋を見に来ました。あとはねこの外の雰囲気だよね、はあ、まあいいや、ちょっと外を見て環境を確認します。はい、今日はまだね入居前なんですけど、あの自分のお仕事をやる場所に採寸に来ました。壁の広さとか天井の高さとか、あとねちょっとテーブルを置きたいので、どのぐらいのサイズだったらちょうどいいかなって決めないといけないので、そういうので採寸に来ました。もう見せるまでもなくめっちゃ狭いから本当にワンルームのマンションなんですよ。もうちょっと見ますか。まずドアがあって玄関で、ここに洗濯機置き場があるんだけど、このドアがね壊れてるんだよね。まあここは物置にしてもいいかなって思っています。洗濯機はね必要ないので。そしてこのフローリングは結構ね私気に入っていて、古い感じのこういうフローリングになっています。まあこれはクッションフロアなんですけどね、木ではなくて、まあいいかな。それからこっちにこう壁があって、横にこんな可愛い窓があります。この窓があるだけでなんかちょっと違うよね、可愛い窓と思いました。こっちベランダがついています。ベランダは割と広いんだよね。それでキッチンがね、この玄関の横にちっちゃいのがあります。ここも電気なので、もうガス引かなくていいかなって思って、お風呂もねもちろん入らないし、ここでなんかガスコンロかなんか卓上コンロかなんか持ってきて使ってもいいかな。電気だけで十分なので、今回はガスは引かずに電気だけで行こうと思います。電気と水道か。でここってインターネットがついている物件なんですけど、この欄ここに Wi-Fi のルーターをつなげればもうそれでインターネットが使えるようになっているんですけど、でもねこのマンション全体で1ギガを分け合って使うような、そういう容量らしいんですよ。だからそれはまあ例えば YouTube をやるとかなったら足りないんじゃないかなって思います。メールをちょこっと送るぐらいだったらできると思うんだけど、あと私ここに来てあの在宅の仕事もできればすごくやりやすいかなと思ってるんですよ。そうだから、まあ、引こうかなって、個人的にインターネットはね引こうと思います。それからここ
天井はこのシーリングのライトがつくようになっているので、これは嬉しいかな。これここにはちょっとなんかレールかなんかつけて自分が好きな照明をつけようと思います。あとどうかな、こっちの壁の方が一面空いているので、ここをね何か収納にしてとかいろいろ考えています。ここにコンセントがあるから、ここにねこの辺にミシンとか置いてもいいし、ここにもここにもコンセントがあるから、じゃあなんか冷蔵庫とか置いたらいいかな。まだ何にも用意してないからさ、とりあえず机っていうかテーブル、みんなでこう座れ、みんなでってみんな誰も来なかったりしてみんなで使えるようなテーブルがあったりした、テーブルが最低でもあったらいいかなって思っていて、あと棚はさどうしようかな。なんかこうやっぱり天井まである棚じゃないと場所がもったいないじゃん。だからなるべく高さのある棚が欲しいんだけど、なかなかそういうのもないからまた DIY しようかなってちょっと思っていますまたどうなることやら。でさ、冷蔵庫なんだけど、冷蔵庫はさよくなんだろう、銭湯とか、カフェとかにあるガラス張りのさ、四面ガラスの細長いなんか飲み物が入ってる冷蔵庫あるじゃん。あれ欲しいんだよね。どっかリサイクルショップにないかなと思って。今回さ、引っ越してかなり物を捨てたじゃん。いやー、なんかあそこで捨てたものは結構ここで使えたなってちょっと後悔してる。まあいいけど、はい、ということでちょっとね、いろいろテーブル今ね、いろいろ探してるんだよね。リサイクルショップとかメルカリとかで。でも、あ、いいなって思うと、取りに来てくれる方限定とか言って、広島とかめっちゃ遠くなの。そう、だからなかなかうまくいかなくて。いいんだよね。どうせさ、こう作業もするだけなので、テーブルなんて傷がついてても全然いいし、むしろ傷がついてる方が使いやすいっていうか、なんだよね。この窓もさ、可愛いカーテンとか作ったらいい感じになりそうな気がする。部屋がこうあって、ここがベランダ。待って、ここ待って。まあ、いけば。こうが窓が112センチ。はい、こんな感じで採寸しました。はあ、ここまでやってもなんか忘れたっていうのはあるんだよね。まあ、でもさ、私今までいろいろ引っ越ししてみて思うんだけど、先に何かを揃えたり、もう入居した時にはすでにこうちゃんと出来上がってる感じになりたいって思うじゃん。だけどさ、実際住みながらいろいろ揃えた方がいいんだよね。ぴったりのものをさ揃えたりできるじゃんって思うんだけど、なんか最初からちゃんと揃えたいとか思っちゃっていろいろ失敗するんだよね。そうそう思いつつさ、私いろいろ失敗してるから今までまあいいや。でカーテンはね、買わないよ。せっかくさいろいろハンドメイドやるのに、もうここにね、ここでいろいろやりながらねこう作っていこうと思って、カーテンとかはなんか楽しみだ。仕事部屋、ベランダもね意外と広いの。ワンルームマンションでなかなかいい感じのマンションだと思う。本当に学生とか物の少ない人の一人暮らしだったら全然ここなんかいい感じ。一応ね北向きなんだけどベランダは、でまあ、ね、私は別に住むわけじゃないからあんま関係ないんだけど、それでもさやっぱりあんまり暗いのも嫌だしね、電気代もかかっちゃうからと思っていたんだけど、なんていうのかな、北側にベランダがあって、でも西側とかすごい日が当たるし、あとこっちが東側、この窓が東側だから、まあまあ暗くはないよね。なんか電気つけないといられないぐらいの暗い部屋ってあるじゃん。ああいう感じではないから、なかなか、なんか楽しみだな。これってさ、何 ?IH なのこれ。なんだろう、なんかよくわかんない。IH なのかな、なんかただ温まるだけとかっていろいろあるじゃん。なんかだからよくわかんないんだけど。いいね、ここ揚げ物もできるよ、ほら。自動のお湯も沸かせられるし。意外と便利かも。穴が開いてる。あれにこうぶつかって穴が開いたんだろうな。どうなってんだろう。まあいいや。なんかちゃんとさ、こう住むところはリラックスできて清潔なところに住みたいけど、ちょっとなんかこう壊れてたり手の加えようがあるような場所も面白いよね。まあ、今回はほらお仕事だったり仕事部屋に仕事にするから。なんだけど、
楽しみだ。はい、昨日物件の採寸に行ってから一晩が明けて、まあちょっといろいろね、あの夜も昨日の夜も置く家具だったりそういうのをね、いろいろ物色してたんですよ、ネットで。でこの準備段階でいろいろ思うことをね、少しお話ししたいと思います。まあ私ね、かれこれね10年ぐらい前から正直言って、何か会社以外で自分で仕事ができたらななんて思って、いろいろねちょこちょこと行動をとってきていたんだよね、実は。考えてみたらこの間思い出したんだけど、で本当に2013年14年とかそのくらいだったんだけど、その頃はまだこの趣味で食べていけたらななんて思うことはあまりなくて、会社でやってきた経験を元に何かできないかなっていうのをすごい思ったんですよ。それで、まあ、ブログにね、いろいろこういうことできますとか、書いてみたり、ポスティング、チラシを作ってポスティングしてみたり、あとはあのランサーズとかさ、ああいうところに登録してみたりっていうのをねやったんだけど、結局何かこの状況が変わるまでそういうことをこうやり続けるっていうことはせずに、結局何も変わらずに今まで来てしまいました。そして会社勤めでねずっと来たわけなんだけど、で、今回こう行動に移したっていうのは、大きな理由は、まあ、娘に子供が生まれて、その本当孫が可愛すぎてでさ、やっぱ娘はそんな、なかなかその子育てっていうのは得意じゃないから、まあ、ちょっと手伝いに手伝うっていうために近くに今回引っ越してきたんだけど、それで子供がさ、もうすぐもう小学校、あっという間だよね、あっという間にもうね小学校に入るんですけど、でもさ、子供って保育園とか幼稚園までは親がつきっきりでずっと行動するじゃん。もうまあ一瞬こう目を離す時はあってもさ、常に子供と一緒か、または保育園とか幼稚園に行ってるわけじゃん。一人で行動することはないよね。でも小学校に入った途端に一人で行動しないといけなくなるじゃん。それでさ、この世の中で起きている事故とか事件っていうのは、小学校の低学年、1年生とか2年生、1年生ってすごい多いじゃないですかね。まあ事故にしても事件にしても、そりゃそうだよねって思うんだよね。それまで本当に親とか大人がつきっきりで一緒にいたのにね、一人でこう放り出されてもどうしたらいいか分かんないとか、やっぱ判断はつかないよね。行動範囲も広まっているのに。でそれを考えるとさ、あ、いや私が近くに行って娘がこう足りないところは補って守ろうって思ったの。でさ、会社で働いてるとやっぱり時間も自由にならないし、時間もね、場所もね、働く、まあ単に自分で働く時間も場所も決めて、これからは働きたいって言ったらさ、今そういう人多いじゃん、世間一般に、今これからの時代はみたいな感じで語る人多いんだけど、そう、それもそうなんだけど、でも私はそれなりの理由があって、子供たちを守るためには自分が自分でこうの意思で働く時間と場所を決められないといけないんだよね。そう思ったら、子供がね、あの小学校に上がるまでには近くに引っ越しをして、そして自分で決めた時間と場所でこう自分の意思で働ける環境を作らないといけないって思ったの。そうそうそう、いろいろね考えたら思い出して、そう、そういうこともずっと思い出して、っていうのは去年の今ぐらいかな、まだ引っ越す前、まだマンションを、川崎のマンションを売却する前、今ぐらいでも1年前でも売却しようかなってチラチラとは思っていたんだけど、まさか本当に売却するっていうところまでは考えてなかったんだよね。でもなんだ、その子供を守るためには自分が自分の意思で働ける環境を作らないといけないっていうのは、もう去年2023年の初めぐらいから思っていて、じゃあそこに向けて行動を取ろうっていうふうになってたんですよ。 それでね、今回まあそれが結構こう背中を押してくれたというか、まあそうしないといけないってなって
ているので自分がね。そう、それで今回ねこういうふうに本当に場所を借りて自分の仕事としてやっていこうっていうふうにやっと動き出すことができたっていうか、まだまだまだちょっと入居日にはなってなくて準備段階なんだけど、やっとここまで来たっていう感じ。もうほんとね、引っ越しが2回あってやっと終わったっていう感じなんだけど、またこれからもちょっとしばらくね大変な時期が続くんじゃないかなって思います。そう、それでいろんな理由でその起業したり会社を辞めたり独立したり開業したりいろいろあると思うんだけど、私の場合はね今言ったような理由で自分のお仕事をしようと思っているんだよね。それでなんか考えていたらさ、で前は単にね会社勤めじゃなくて自分の自由になる自分の意思で働ける仕事がしたいな、そういう環境に身を置きたいなって思っていたんだけど、今回は今言ったような理由で自分でお仕事をしたいって思っていて、ただなんていうのかな、ずっと思っていたのはその起業する、自分で事業をする、独立するっていうことと会社員っていう立場、その2つの立場の間に大きな壁があるっていうふうにすごく感じてたんですよ。どうしたら自分で独立できるんだろう、起業できるんだろうっていうのをよく考えてたんだよね。何が違うんだろう、なんかこうその垣根を飛び越えてそっち側に行けないんだろうか、もっと簡単にっていうのをすごく思ってたの。でもさ、今なって思うとそんな壁なんてないんだよね、ないってすごい思う。今私は自分の生活を守るために会社を辞めないでその自分のねお仕事をできる範囲でやろうと思っているんですよ。だから会社はね、出勤がたまたま少なくて済むので週に2回しか出勤しなくていいから、あとは在宅で、そして1日6時間の就業時間なので、それをなんとか調整して自分の仕事をできる時間を作るっていう風に やるんだよね。でそうすると会社の収入で大体のことは賄えるんですよ。今住んでいるここの家賃と、その今回借りた仕事用のお部屋の家賃と、あとはまあ多少の生活費と、ちょっとした貯金、そのぐらいは賄えるので、それはねすごくね自分のこう安心につながる。プラス起業している立場とこう会社員の立場っていうのの間のこの壁がなくなるんだよね。なんかちょっと自分が好きなことをやろうっていう そんなそのぐらいの感じでできるので、それでこううまくこういろいろできたらラッキーだし、まあしばらくはね苦しい時間があると思う、ずっとかもしれないしわからないけど、でもそういうふうに自分ができる範囲で、やってみたら起業も何もないじゃないですか。ちょっと趣味の感覚でやってみる。もちろんさ、お金すごい最初にかけちゃったり借り入れをすごいしちゃったりとかってするともう戻れなくなる、後戻りができなくなったり大変な思いをすることになるかもしれないんだけど、そうじゃなくて自分の今の生活を維持しながらできる範囲でやる、イコール多くの人が家でネットを使ってなんかちょこちょことこう仕事をしていくっていうのはあると思うんだけど、本当にそんな感じでやってみたらその壁も何もなくなるし、それでいいんじゃないかなって思うんですよ。起業したいとか、なんかもうそういう発想自体がさ壁を作ってるわけじゃん。だからそういう発想じゃなくて何でも好きなことをやってみたらいいんじゃないかな。しかもそれは借金とかしないでさ自分のできる範囲でやってみたら、それは起業も自分の生活も壁がなくなって、一緒になってもっとなんかこう潤ってくる、お金がじゃなくてこう人生がさ楽しくなってくるんじゃないかなってちょっと思いました。なんか会社でだけ働いているとどうしてもプライベートと会社を分けたいくなっちゃうじゃないですか。会社の人とはここまでの付き合いとか、じゃあなんかやっぱり気が合う人ばかりじゃないからさ、だんだんそうなってきちゃったりするじゃん。だけど自分が好きなことで働い
くっていうか、自分が好きなことの延長でずっとやってきたら、あまりなんかそういうふうに私生活と仕事を分ける必要もなくて楽しいかなって思うんだよね、分けるより。もちろん自分が例えばお店をやってそこに来たお客さんとの間にはさ、一定のこの距離感っていうのは必要だったりするけど、そうじゃなくて自分がやってるその仕事として、自分の生活の一部にしたらすごく楽しいんじゃないかなって思いましたっていうことをね、ちょこっとここんとこ考えていたのでお話ししてみました。あ、ちょっとねここんとこ何日かずっとその場所に置くテーブルとか、レイアウトとかを考えていて、なんかなかなか決まらないんだよね。リサイクルショップ見てみたり、IKEA見てみたり、ニトリ見てみたりするんだけど、もういっぱいありすぎて、あれもいいこれもいいみたいな感じで、そんなにさ新規オープンみたいな感じで内装完璧にはするつもりはないから、ある程度の予算の中でなんだけどね、あなかなか決まんなくて、いやどうしようってちょっとだけ思っています。でもね、もちろん不安なこともあるんだけど、ほとんどね楽しみしかないかなっていう状況です。はい、ということで今日は、これからねやるお仕事について少しお部屋をお見せして、今思うことをお話ししてみました。ではまた進展があったらお話しします。ではさようなら。